解体工事の差し止めを求めて訴えを起こしました。老朽化などを理由に道が近く解体工事に着手する北海道100年記念塔をめぐって、解体に反対する市民ら86人が工事の差し止めを求める訴えを起こしました。原告は道が100年記念塔を良好な状態に維持管理する注意義務を怠っていたとして、解体工事費用の支出は裁量権の乱用で違法だと主張しています。